ついにアニメチェンソーマンの情報が解禁されました。チェンソーマンのアニメ化については、これまで情報も少なく、少年ジャンププラスで連載中の第2部と合わせて、果たして本当に作成されるのか?と、常に論議の的となっていました。そこで今回はアニメチェンソーマンについて、新たに判明した情報をまとめていきます。まずアニメチェンソーマンの放送開始日ですが、テレビ東京などにて、2022年10月からスタートすることがわかりました。原作は大量出血などのグロテスクな表現が特徴的であり、一部のファンの間では地上波での放映は NG と考えられていました。しかしながら、多くの方の目に触れる地上波放送が決定したことから、制作サイドが相当の労力をかけたことが察せられます。また今回の発表では、放送日の他にも主要キャラクター4人の担当声優が判明しました。ここからはデンジ、マキマ、アキ、パワーの4人の声優について、それぞれ解説していきます。主人公のデンジの声優を務めるのは、ソニー、ミュージックアーティスツ所属の戸谷菊之介さんです。戸谷さんは今回のデンジ役がアニメ初主演となる、いわゆる新人声優にカテゴライズされる方です。起用理由については、アニメの制作陣が、デンジの音を探しててたどり着いたと明かしており、新たに解禁された PV では、これはデンジと思える演技を披露しています。一部ではこのデンジは義務教育を受けているという、厳しめの声が見られるものの、デンジ役が新人声優なのはもう正解など、実情は好意的な意見が大多数を占めています。作中においても、デンジは義務教育を受けていないものの、誰も思いつかなかった悪魔の倒し方をたびたび披露しており、また物語の終盤では、誰もが討伐を成し得なかった実質的に不死身のラスボスを、自らの知恵を絞って倒すことに成功しています。つまりデンジについては、作中でかなり頭の切れるキャラクターとして描かれており、知性を感じさせる声色は、デンジのキャラクター性とかけ離れた声ではなく、むしろ制作サイドの強い意図が感じられると言えるでしょう。ちなみにデンジ役の戸谷菊之介さんはこれまでに、DMM ゲームスウィンドボーイズの清島王星役、ソニー、ミュージックソリューションズ束縛彼氏の新藤明役、アニメヒロインたるもの、嫌われヒロインと内緒のお仕事第9話の宮沢役など、作品数は少ないながらも、いわゆる乙女ゲーム作品を中心に活動されています。またアニメの制作陣からは、デンジの声優を選ぶのが最も難しかった、という発言もありました。デンジは子供の頃から、父親の残した莫大な借金を背負い、貧乏すぎて臓器を売るなど、特殊な人生を歩んできた少年であり、その表現者の選定には相当の苦労があったと推察できます。アニメではどのようにデンジを表現していくのか、不自然さを感じさせずに縦読みを仕込むセンスも含めて、これからの活躍が期待されます。マキマの声優を務めるのは、ソニー、ミュージックアーティスツ所属のクスノキトモリさんです。クスノキさんの出演作には、ソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンラインの連役、先輩がうざい後輩の話の五十嵐双葉役、またゲームモンスターハンターライズサンブレイクの、受付嬢のちっちゃ姫などがあります。どれも大人の女性というよりは、幼さの残る可愛らしいキャラクターです。一方でチェンソーマンのマキマは、冷酷な一面を持つ大人の女性というイメージが強く、新たに発表された PV を見た視聴者からは、その可愛らしい声に、マキマの声がイメージと違ったなど、違和感を唱える方も見られました。もちろんイメージ通りだったという肯定的な声もあり、意見は様々というのが実情ですが、これはマキマが原作の序盤と終盤で、かなりイメージが変わるキャラクターであることも、影響しているでしょう。原作において、デンジがマキマと映画デートをするストーリーが描かれていますが、ここでデンジは綺麗ではなく可愛いと発言しており、このエピソードでは、16歳のデンジが直感的に可愛いと感じる、キャラクターであることがわかります。また物語の後半では子供のように涙を流しながら爆笑したり、ある物事に固執する性格も見せており、原作サイドはこの子供っぽさを重視した、キャスティングを進めたものと推察できます。しかしながら一方ではその冷酷さが強調される描写も多く、マキマを担当されるクスノキさんの演技の幅に期待です。続いて早川明の声優を務めるのは、青2プロダクション所属の坂田翔吾さんです。アニメ情報解禁においては、多くの人が明の声が想像通りと発言しており、肯定的な意見が大部分を占めています。明の声優を務める坂田さんは、これまで多くの作品に出演されており、つぐつぐ桃の足峰明と、フェアリーランマルの愛ランマル、
アニメポケットモンスターのインテレオンなどを担当されています。ちなみにインテレオンについては、イケボすぎると一部の界隈で話題となりました。また早川明は作中で何度も言及されているように、容姿がイケメンであることが特徴ですが、坂田さんも秋の実写化と言われるほどのイケメンで、その人気はさらに加速しそうです。血の魔人パワーの声優を務めるのは、ラクーンドッグ所属のファイルーズ愛さんです。パワー役についても秋に劣らず、その声が完全一致しているとの声が多く上がっており、また情報解禁特番でのパワーのコスプレをしたその姿は、作品への強い愛を感じるものでした。ファイルーズ愛さんは、多くの人気作品への出演歴を持っており、特に代表的な作品を挙げると、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの空城ジョリーン役、トロピカルージュ、プリキュアのキュアサマー夏美真夏などがあります。ファイルーズ愛さんは、ストーンオーシャンのジョリーンとの出会いがきっかけで、声優を志したと語っており、獄中で成長していくジョリーンの、フレッシュで力強い演技は話題となりました。またアフレコ時のエピソードとして、映っていなくても永遠と食べる演技をしてた、ずっとわしのじゃと言っていたと語っており、飲み会のシーンでのパワーの演技は要注目です。チェンソーマンのアニメ放送開始にあたり、一体どのエピソードまでがアニメ化されるのか、も、気になるところです。先ほども紹介したように、今回の情報解禁特番では、コミックス第3巻で描かれている、飲み会のエピソードが語られていました。そのため永遠の悪魔までのエピソードが、アニメ化されるのは間違いないでしょう。あくまで参考ですが、チェンソーマンと同じく、少年ジャンププラスで連載中のスパイファミリーがアニメ化した際は、第1クール全12話において、原作の第17話までのエピソードが描かれました。しかしながらチェンソーマンにおける第17話では、永遠の悪魔との戦いが始まる前のエピソードが展開しており、永遠の悪魔との戦闘後に描かれるであろう、飲み会には至っていません。そのため本作では中だるみのないスピード感のある展開が期待できそうです。また先ほども少し触れた、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンにおいては、アニメの第1クールでコミックス第6巻までの、エピソードが描かれています。このようなハイペースで進んだ場合、以前の PV で登場していたサムライソードまでのエピソードを終えた後、第1クールのラストでレゼの登場が示唆され、以前の動画でも紹介したように、レゼ編の映画化につながるという展開も期待できそうです。また今回の発表ではポチタの声優については、その正体が明かされませんでした。ポチタについては可愛らしい女性の声であっても、渋い男性の声であっても違和感のない、読者によってイメージする声色に幅のあるキャラクターです。原作の第1部をラストまで読まれた方については、おそらく一方の性別を想定するとは思いますが、皆さんはポチタの声は誰が担当すると思いますか？またアニメチェンソーマンについては、2022年9月19日にワールドプレミアが開催されることが、発表されています。いち早くアニメを見れるこのイベントに参加したいという方は、ぜひ Twitter のチェンソーマン公式アカウントを、チェックしてみてください。チェンソーマンのアニメ放送は2022年10月に始まります。この動画で紹介したもの以外にも、発表されたキャストへの感想や、明かされてない担当声優の予想など、ぜひコメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。